ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥、31イコール大橋、の共同プロモーターを務めているトップランク社のボブ・アラム氏が9月に予定される次戦の相手が変更される可能性があると示唆した。井上側は次戦について9月に国内で IBFWBO 同級1位サム・グッドマン、25オーストラリアと対戦するために交渉中だが。 元 IBF 同級王者テレンス・ジョン・ドヘニー、37イコールアイルランドと激突することになるかもしれない。9日にフォックススポーツオーストラリアのインタビューに応じたアラム氏は、ブッドマンが井上と戦うの9月か12月かはわからない。とし、ブッドマンもアイルランド人、ドヘニーも素晴らしい対戦相手だと対戦相手の変更を示唆した。ドヘニーは、 6日の東京ドーム決戦で井上と激突したルイス・ネリ、29イコールメキシコの代役に指名されていた選手。同大会ではノンタイトル8回戦でブリルバ・ヨゴズ、22イコールフィリピンに TKO 勝ちしていたが、その戦いぶりにアラム氏が興味を抱いたという。アラム氏によると、井上は9月に日本国内、12月にサウジアラビアのリアドで試合を開催する計画という。 同メディアは、ブッドマンは井上と対戦する前に、あと一試合待つ必要があるかもしれない。12月にチャンスを得るだろう、と指摘していた。